ショコラリカリちゃんさんの伝説的エピソード集、最後におまけシーンあり。はい、どうもヒカキンです。やっぱりヒカキンさんはすごいな。俺も YouTuber 目指そうかな。しかし何やろうかな。うわさてさて、次のグッズはどんなのがいいかな。あ、ママから LINE だ。なになに。ママ、前から考えてたグッズがあったのです。どうかな、採用されるといいな。カニちゃんってなんでカニちゃんな。昔カニが好きだったからな。じゃあ今からカニ食い行きますか。あ、ごめん、俺今はカニアレルギーでカニ食えないんだわ。なにそれ。カニちゃんって本当にカニアレルギーなん。そうなんよ、食べると気持ち悪くなっちゃう。ちょっと検査してみようよ。お、検査結果出た。なるほど、1から6まであって高いほどアレルギー反応があるのか。どれどれ、カニはと。みんな今日何してた。俺はね、え、やっべ、平行いたらバレた。こうなったら足と床が擦れた音でごまか。はい、靴下履いてるから無理。もうすぐ彼女と付き合って1年か。あれ、そういえば今日来てないな。 LINE だ。物もらいだからみんなに顔見せたくないし休んだ。あー、そうなんだ。よし、お見舞い行くか。お見舞いだからな。よし、じゃがりこ買ってこよ。これをドアにかけてと。彼女喜ぶぞ。別れよっか。え、もしかしてじゃがりこの件か。サラダ味じゃなくチーズ味だったか。本日の動画はいかがでしたか。もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。いただきます。うんま。